ロッキンガム軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は93,643人であり、2000年の91,928人から1.9%増加した。軍庁所在地はベントワース町であり、同軍で人口最大の都市はイーデン市である。ロッキンガム軍は ノースカロライナ州の北極星と呼ばれている。軍内砲丸作りに行く、サーシームーア獣工場跡を示す歴史標識ロッキンガム軍は1785年にギルフォード軍から分離して設立された。軍名は1765年から1766年と1782年にイギリスの首相を務めた第2代ロッキンガム公爵。 チャールズ・はトソン・ウェントワースにちなんで名付けられた。グリーンズ・ボロの北西20マイルほど、ロッキンガム郡の小さな村、ホーガンズ・クリークには、サーシームーア重工場があった。この工場は、南北戦争の時に、NC ライフルズと呼ばれた武器を南軍に支給した。アレクサンダー・エーム・サーシーと JS ・ムーア博士が所有し、1862年から1863年に、 南軍のために100丁ほどのライフルを製造した。ロッキンガム軍は地域自治体の委員会であるピードモントトライアド自治体委員会のメンバーである。2011年新しくロッキンガム軍司法センターが開館した。この4700万ベイドルをかけた施設は一世紀以上使われた旧軍庁舎に代わり、軍庁舎、監獄、保安官事務所を入れている。 この新しい施設はアメリカ合衆国グリーンビルディング委員会のリードグリーンビルディング格付けの認証を得た州内発の司法センターであり40年間に500万米ドル以上を節約できると見積もられているこの3階建ての建物には359人の従業員と300人の囚人を収容できるアメリカ合衆国国政調査局によれば 軍域全面積は572平方マイルであり、この内陸地566平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は1.03%である。軍内を段川と、方川が流れている。リーズビルの北西8マイルには、シャイロー空港と呼ぶ、市民空港があり、5000フィートの舗装滑走路1本、固定ベースの運行機能、ハンガースペースが備えられている。 ロッキンガム軍は11の軍区に分割されている。ハンツビル、イーデン、マディソン、名誉団、ストーンビル、シャイロー、ベッサニー、リーズビル、ラフィン、モンロートン、ウェントアースの各軍区である。空港ロッキンガム軍シャイロー空港は連邦航空管理局が所有する公共用途空港である。リーズビル市中央事業地区の北西8海里、ストーンビルの町にある。 主要高規格道路以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ロッキンガム郡の自治体と軍区ロッキンガム郡の見どころとしては、マディソンに近いダン川と名誉川の州立公園、イーデンのリークスビル、ドレーパー、スプレーの歴史的中心街、リーズビルのチンクアペンプランテーション、歴史的なペン邸宅がある。リーズビル地域で最も有名なのはリーズビル湖である。 軍内には歴史的な店舗もある。ロッキンガム軍の公立学校はすべてロッキンガム軍教育学区が管轄している。小学校、中学校、高校その他を含め25の学校がある。教育委員会は11人の委員で構成されている。その他ロッキンガム軍アーリーカレッジとロッキンガムコミュニティカレッジがベントワースにある。ありがとうございます。